幸せな人生の選択は2015年のスペイン・アルゼンチンのコメディドラマ映画監督はセスクゲー2015年のトロント国際映画祭の現代ワールドシネマ部門と2015年のサンセバスティアン国際映画祭のコンペティション部門で上映されたマッキーガンで死にゆく男とその友人による4日間の記録であるカナダで教師をしているトマスは マドリードに飛び、久々に再会した友人で俳優のフリアンと共に4日間を過ごす。フリアンは末期がんに侵されているが治療の停止を決意する。二人はフリアンの中堅トルーマンと共にフリアンの息子が暮らしているアムステルダムを訪れる。2000年にクランパックで長編映画デビューしたセスクゲイはスペインの新世代映画監督の主要人物であるとされている。 2015年のサンセバスティアン国際映画祭では、リカルド・ダリンとハビエル・カマラが揃って、主演団優勝を受賞した。2016年2月に開催された第30回、ゴヤ賞では、作品賞、監督賞、脚本賞、主演団優勝、助演団優勝の5部門を受賞した。サンセバスティアン国際映画祭で、主演団優勝を受賞した。 ダリン同じくサンセバスティアン国際映画祭で主演団優勝を受賞したカマラ。ありがとうございます。